はい、どうも皆さん、トライアングルです。はい、今回はですね、青鬼オンラインの動画なのでご安心ください。青鬼オンラインも後でしますので。はい、あのね、今回青鬼3でちょっとやりたいことがありまして、青鬼オンラインの方でね、その今裏ステージとして神鬼が出てきてるじゃないですか。で、その神鬼のステージっておそらくこの深い洞窟の戦いを、要はなんだろう、アレンジじゃないけどイメージしてると思うんですよ。で、今回その、本家、要はこのこちらの青鬼3の本家ですね、神鬼とどう違うのか、どこがどうあってなんか一緒な部分があるのかとか、ちょっと見てみたくてやっていきたいと思います。多分ね、なんだろう、その深い洞窟の戦いの方が簡単だとは思うんですよ。でもその氷のところとかあったりね、石像動かしたりしないから、でも結構確かに地味に難しかった気がするので、やってみましょうか。このシナリオを始めましてか、途中で変更することはできません。トライングさん、噛みましたか？はい、行きましょう。よし、嫌な予感がする。こっからですね、奥に急ごう。行きます。これ以上先に行くとおそらく当たるはず。行きますよ、お願いします。さあ、なんだ、来た。なる、あ、これさ、早いんだよ。そう、早いんだよ。あ、こっちじゃない。あのね、青鬼オンラインと違うところは、とてつもなく手が長い。手が早いか。手が早いって言うとなんか、やめとこう。でもね、違うのが、結構ね、奥に行っとけば手が届かないんですよね。これ、あ、これ違います。大丈夫です。あ、手が早いです。この、青鬼さん、手が早いです。まあ、大丈夫。でもね、そんなにね、正直言うと、AI が高くない。ハッサン、ほら、こういう感じでね、その、意外と、その、狙い撃ちされないというか、ちょっとアバウティなんですよね、その狙いが。あ、間違えた、ちょ、お助けマウス、お助けマウス、危ない。で、危ない、いきなり一発でクリアしちゃう。ほら、意外とね、あれなんですよ。積み申した、戻ります、戻りゲス、あ、戻れる。え、どこ、あ、こっちか。いった、あ、クリアした。今セーフなんだ。え、結構いけるんだ、あれ。神鬼のところ。はい、こういう感じで、なんとか振り切れたと。なんか本家とちょっと、なんだろう、本家より難しくやっぱりなってますね。なんとか振り切れた。ヒロシは化け物から逃げ切った。クリアと。ボーナスモードのクリア報酬がまあ、このマスクなんですよ。あの神鬼がね、出現するマスク。いやね、なんか、この神鬼マスクみたいなのさ、招き猫じゃなくてさ、神鬼っぽいなんかスキンみたいなのがゲットできるかなって最初思ったんですけどね。まあでも、こういうのも後々出てくるんじゃないのかなと思ってるんですが、こういう感じで、神鬼が本来ね、その青鬼3を知らないよっていう方はね、よかったら今回見ていただいて、あ、こんなあるんだって、ぜひ青鬼3でチャレンジしてみてください。これね、別に課金とかじゃなくて、アピース。課金とかじゃなくてですね、これも今解放するになってるんですけど、こちら押すと、青銭100枚。要はゲーム内で、その、ゲームの中で、その、あるじゃないですか、青銭開い、なんか、開いたら20枚もらえるみたいな。20枚もらえるやつもある。10分か、そんぐらい置いとけばまた開けるので、多分、ない人でも、どうだろう。1時間ぐらいあれば、100枚貯まると思うので、もっと早いかな。良ければ、やってみてください。深い洞窟の戦いですね。こちらですね。で、もし他にも、このゾンビ鬼と戦いたいんだったら焼却炉。ちょっと待てよ。これからさ、深い洞窟の戦いがあったわけじゃないですか。焼却炉、からくり屋敷、遊園地とかもあるのかな。あー、ちょっとそちらも、もし、ね、そういうイベントとかになったら、ありえそうなのが、焼却炉ありそうだね。なんだろう、そのゾンビ鬼から逃げるんだけど、その間に何回もレバーを回さないといけないっていうのがあるんですよ。それとかもありそうだね。ちょっと長くなっちゃうので、今回これで一旦終わりますけど。ということで、じゃあ本家の、裏ステージもお見せしたいので、それをやりつつ、青鬼オンラインやっていきたいと思います。それでは、どうぞ。
よし、見ていただけましたでしょうか。何を、あの神鬼神鬼のそのね、本家の神鬼を見ていただいたと思うんですけど、まあやってみた感想は、そのスピードもね、手のスピードも速いし、なんだろう、んー、速いんだけど、 AI、 まあ AI っていうと、まあコンピューターの頭の良さですね、頭の良さもちょっと微妙だし、手の短いしっていう感じで、なんかまあどうなんだろう、あれだ、もしあれが実装されていたとしたらクリアしやすいのかなっていう。で、今回青鬼オンラインの場合は手もすごい長いところまで届くし、行っちゃうし、かつやっぱり頭がいい、もうちょっとでもなんだろう、そのセンサーで感知されようもんならすぐと手が飛んでくるっていうか、あ、見つけたみたいな感じですぐ見つけてくるので、まあそう考えるとどうなのかな、まあやっぱり青鬼オンラインの方がやっぱり難しい仕様になってるって感じですよね。うん。そして青鬼はおそらく基本上からなので、多分この上にいるはず、青鬼は今最初だいたい降ってくるの、あ、でもまだ青、あ、今回青鬼2体だってことは、待てよ、ということはこれガスマスク絶対いるぞ。いや絶対かどうかは別なんですけど、2体ってことは、しかもこのステージ、いや待って、もう1体出てるはず、生存が減ってってるから表記されてないだけかな。まあ、とりあえずまだ最初ね、ちょっと牢屋行くのもちょっと忍びないので、ここら辺にいましょうか。あ、宝箱私が取ります、ありがとうございます。ローラスケート、仕方ないことなのです。いやでもこれ青に減ってない、今多分降ってきたな、多分ログあれだろうな、多分そのなんだろう、その強制退出じゃないけど、なんかラグでバグで多分生存者が6人ぐらい、その数字だけ減ったのか、それか普通にその退出しちゃったって感じかな。さて残り50人ぐらいになったら、あの牢屋に行ってもいいということを、あの僕は縛りじゃないけど、そこら辺を目安に行こうかなって思ってるので、最初はできるだけ青鬼に追われたい。ありがとうございます。でもこれガスマスク持ってないから、正直言うと勝ち筋がかなり薄いんですよね、ガスマスク。あー、まずいですね。ちょっと待って、とりあえずガスマスクだけ取ろう。ガスマスク、これ今、あ、取られるのね。ん、はい、ここでガスマスク、ありがとう。まあまあ、そういう時、待って、どうする、これ早めに ここは取っとかないといけない。いや、どうしような、これもう行くしかないよね。行く、まあ今行けないんですけど、今行けないんですけども、行くしかないよな、多分。いやー、どうする、ガスマスクあるとありがたい。ない、いやー、まずいぞ、これまずいぞ、これどうする、これ今までない状況だな。待て、ローラースケートあればワンチャン牢屋に入れる可能性があるけど、多分今これ牢屋閉まってるんですよね、多分ね、この感じだと。ちょっと見に、いや、怖っ。待って。いや、いける？私が来た。はい！よし！ね、閉めちゃダメ、太陽くん。消えた？追求し、安心化スライフ。閉めた。ありがとう、太陽くん。ありがとう。ごめんね。ありがとうね。ありがとう、太陽くん。ありがとう。太陽くん、ありがとう。あの、良ければこのサングラス僕にくれませんか？ダメですか？で、ん？いや、この二人止まってるな。いや、太陽くん、これ多分あれだ。多分、その止まっちゃったから人数が減ってるんだ。だ、これ多分本来、いたプレイヤーだけど、その、止まっちゃったっていうプレイヤーだから、まあ、この人たちは正直多分、毒切り来たらやられてしまう人だと思うけど、これはガスマスクを是が非でも、これガスマスク取った方が勝ちですね、おそらく。はい、ガスマスク、よし、もう宝箱は僕はもう取りません、譲ります。はい、あのさすがにこれで強奪するようなことはやめておきます。まあいいんですけど、まあ、ちょっとね、さすがに、おっと、残りここの人たちのみになった。ここであなたたちはガスマスクを引けるのであろうか。青には今度、お、残念でしたね私の勝ちです。
いや待て待て、まだわからない、まだわからない。これあれですからね。でも青鬼が来ないんだよね。ってなるともうこれは私の勝ちということでよろしいですか。いいんですね。あっ、ここですね。ミラノモノガスマスクを早く取るがよい。取れるでしょうか。なんだと、なんだと、よくガスマスクを取ったな貴様。ガスマスク、くそー、どうなる、これどうなる、これどっちが、どっちが、どっちだ、どっちだ、わかんない、これどうなる、どうも、どうも、どうなる、どうなるんですか、どうなるんでしょうか、これは。5、4、3、ちょっと待って、雪だるまくん、雪だるまくん、なんで生きてんの。あー、負けたこれ運じゃん、これ運じゃん、マジかよ。よし、出現しました裏ステージ、じゃあ行きましょう。まあ本家のね青鬼3と、まあこちらの青鬼オンラインの青鬼なんですが、非常に頭がいい。なんか本当にポンポン出てくるんですよ。本家だともうこんな感じで出てこないもんね。その代わりスピードは遅いんですけど、なんかもう一瞬も察知したら即もうこっちに攻撃を仕掛けてくるっていうね。だから本家だともっとなんかゆっくりだと思うんですよね。そのなんだろう、もし自分にセンサーが入ってもなんだろう、ちょっとフラフラしてるっていうか、そんなにちょっと待ってくれるじゃないけど、その代わり早いけどもう全然その距離はないですよっていう感じですね。さて、じゃあもうこっからも、まあでも言うてだいぶ慣れてきたのでそんなに恐れることはないとは思いたいんですが、思いたかったんです、僕もそういうこと言いたかったんですよね。危なかったですね、危なかったですね、いいですね、 OK。 さあここであとは氷のステージ、どっちだどっちだ、今回はどっちだ。あー今回あれか、難しい方か。ちょっと待って、待って痛いです。あれ、ん、あ、いつもと一緒だ、間違えた、あは、ふざけんなこの。はい、ちょっと残念ながら裏逃げならずということだったんですが、まあでも慣れると、今は僕ちょっと動き慣れてるのであれなんですけど、そのもしなんだろう、青鬼の原作っていうかね、3の本家がこちらに来たとしたら、結構簡単にみんな裏逃げしちゃうんじゃないかなっていうぐらい、多分オンラインのが難しくなっていると思います。はい、ということで、よければ皆さんもね、青鬼3やってみて、神鬼ステージね、やってみてください。それと、どっちが難しいか体験してみるといいと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。